ネイキッドマシンカンがお送りするメタルに乾杯。それではね、ネイキッドマシンのカンが送るメタルに乾杯。今月はですね、なんとスペシャルギタリストがゲストで来ていただきました。自己紹介お願いします。横関敦史です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ジェット先輩、今回はありがとうございます。お願いします。はい、ジェット先輩、最近は単独でご活躍されてるようなんですけれども、はい、最近のライブはどんなバンドでやってらっしゃいますか？最近はサーベルタイガーの下山くんと二人で、はい、アコギとエレキで、はい、いろんな昭和歌謡をやったりとか、いろんなことをやったりとか、うんうん、それは結構全国行ってて。そうですよね、この前も岡山とか行ってらっしゃる、うん、そうそうそう、西の方が多いんだけど結構回ってて、うん、であとはスラットバンクスは、うん、まあ、レギュラーではないんだけどちょこ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 やったりとかっていう、はい、あとはラウドのマー君と、はい、うん、セッションバンドみたいなのをちょこちょこやったり。やってますよね。うん、そんな感じかな。ああ、結局あれですね、結構長い、今年も1年忙しそうな感じですか？今年ですか、うん、今年も結構マー君ともやって、多分バースデーライブみたいな、メンバーのみんなのバースデーでライブをやるっていうような感じで、はい、やってて、はい、で、なんかそれだと今年5本、5人いるから5本は確実やる。そうか。あれですね、4月もあるんですよ。4月もある。うん、4月が26日に、吉祥寺のクレッシェンドで、はい、それはひまわり、ドラムのひまわりのバースデーライブ。あ、そうなんですね。楽しみですね。やるこれも。そうなんですよ。で、だからそんなのをこう、ちょこちょこやってて。うん、ライブ多いですね。ほとんどライブで。うん、なるほど。あれですよね、うん、横関先輩、プライベートの話になると結構お酒も飲まれますが。はいはい。飲みますね、かんちゃんとも。飲むけど。うん。あれですか、下山ジップの時とかは結構お酒とか召し上がっているんですか、ツアー中とか。それです。なんかね、最初の頃は結構そんな感じで、スラッとにしろ何でしょう、飲みながらやってるって結構多かったんだけど。あ、飲みながらもやってたんだ。うんうん。うん、やってるやってる。なんだけど、うん、最近ね、飲むとね、指つるようになって、もう老化なのかわかんないんだけど。そんなこと言わない。ちょっと聞いたら、うん、なんか脱水症状起こすみたいで、飲むと。ああ、そういうね。うん。うん、汗かいて飲んでギター弾いてってやると、うん、やっぱね、筋肉がこう、なんていうのかな、こう脱水で固まっちゃうらしくて、すりやすくなるっていう。ああ、そうなんだ。うん、まあちょっとそれが、だいぶ、年取ってなのかどうなのか、飲みすぎなのか年取ってなのかわかんないんだけど、ちょっとそんな感じなんで、うん、一応アンコール前ぐらいからの、最初から飲まないで、うんうんうん、始まって、まあ、しばらくして、まあアンコール前ぐらいからかなとかいう感じで、そうは飲んでるんだけど、うん、うん。あれですか、ジェット先輩はお酒は何が好きですか？何でもあれだけど、飲まないで日本酒飲まないかな。あ、そういえばそうですね。うん。茶色いお酒飲まれますよね。そうですね。やっぱ今はやっぱり、うん、ハイボール結構多いかな。あ、確かに、うん、ハイボール飲んでる印象があります。うん、最初ビール飲んでハイボール飲んでるっていうパターンが、うん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 、なんか時々間にちょっとだけレモンサワー飲むとか、それぐらいな。一休みがレモンサワー。うん、そんな感じで、だから基本的にはハイボールになったから、最後は。そうなんですね。そうなんですよ。結構ね、こういう情報みんな知らないからね、知りたいかなと思って。はいはい。質問してみたのですけれども。かんちゃんなんだっけ、飲んでんねって。私、あ、でも、ハイボール多いですね。ジャックソーダと、一休みでチューハイを飲みます。なるほどね。うん。私は、ライブ中はね、お酒は、やっぱりボーカルだから飲めないんですけれども。はいはい。ね、やっぱり、横関先輩みたいな方はね、ロックグラスをくゆらしてるとこう、かっこいいおいですね。そんな感じでもないけどね。そうですか。はい。で、あと、ジェット先輩、あれですよね、ジェット式ロック塾っていうのをやってるようなのですけれども、これは。そうなんですよ。別になんかそんな教えるとかそういう、あれでもないんだけど、うん、なんかこう、配信とかそういうやつで、うんうん、なんか質問があったら答える感じで、基本的にはやってて、うんうん、だからそう、堅苦しいこう課題曲があったり、
譜面があってどうのこうのっていうよりは、うん、なんか過去俺がやってた、だから今あの見てくれてる人とかそういうのは、例えば金賞の時のあの曲どうやって弾いてたんだとか、うん、そういう昔のなんかね、そういうなんかまあギタークリニックみたいな感じなんだけど、なるほど、うん、普段どんな練習しますかみたいな、そういう感じだったりとか、はい、なんかそういうあの曲、まあ曲のことが多かったりとか、そういう感じで、ただ俺もほらもう40年ぐらいやってるから、そうですね、はい、昔のやつとかも確実忘れてるから、もう緊張とかもほとんど覚えてなかったりするから、なかなかそう、また自分でコピーして、はい、あ、こんな感じでやってたかなとかみたいな感じで、よく聞くんですけど、あれなんですね、うちのあのネキトマシンのね、源太郎くんも自分の前やってた曲を、うん、コピーし直している最中とか言ってることがよくあって、そうだから、ほらライブでずっとやってたりとかするのはいいんだけど、そうです ね、なかなかソロの曲とかってライブほとんどしないから、はい、それでまたそういうやつでマニアの人多いから、あの曲の、うん、曲自体もそんな曲あったっけみたいな感じで、ああ、うん、でもまあなんとなくコピーして、あ、うん、こんなんやってたかなみたいな感じで、へえ、そうなんですね、詳しいことはあれですよね、うん、X に細かく載ってるみたいな、そうですそうです、それで、はい、あの載ってるんで興味があれば、はい、皆さんぜひ調べてみてください、はい、お願いします、はい、いつもこの番組ではあのゲストの人に好きな曲をかけていただいているんですけれども、はいはい、今日もちょっと先輩にご用意をしていただいたようで、はい、タイトルコールをお願いいたします。はい、キャロルの彼女は彼女です、お願いします。ありがとうございました。さあ、キャロルなんですけれども、あのジェット先輩がカバーやってるのも見たことあるんですけれども、はい、この曲への思い入れは何ですか？やっぱね、まだギター始める前からもキャロルが好きで、はい、で結構ギター始めたの遅かったから、うーん、でキャロルはまあ昔から知ってたんだけど、はい、あのもうなんだろう、小学校ぐらいの時に、あの、東京の方であの、銀座ナウっていう番組やってて。ありましたね。はい。うん。で、それでファンキーモンキーベイビーの頃、キャロルが出始めたりとかっていうんで知って、うんうん、で、その後に解散ライブみたいのをやってて、はい、キャロルの。いや、俺でね。だからもう、うん、だからもうその頃からもずっと聴いてて、で、なぜかキャロルの曲って、あの矢沢さんが歌ってるやつよりは、うん、ジョニー大倉さんが歌ってる曲が好きで、あ、甘い声でね、まあ、そうですね、うん、だから曲がすごいなんかあれで、だから彼女は彼のものって本当最初に、俺中3の終わりというか高1ぐらいでギター始めたから、はいはい、その頃にやっぱもう最初にキャロルをコピーしだしたっていう、でなんかあの彼女は彼のもののイントロと、あと、やっぱりファンキーモンキーベイビーのイントロが弾きたくてっていう。はい、わかる。私もキャロル大好きだったんで。もう未だにやっぱりね、飲んだらカンちゃんも知ってると思うけど、はい、キャロル聴いてたりとかね、店で。はい。なんかとかそんな感じで。はい。うん。なんかその頃に影響されたものって未だにキャロルとキッスだけは未だに聴いてるっていう。そうなんですね、うん。うん、そういうあれなんですけど。はい。ありがとうございます。はい、素敵な曲を紹介していただきまして。それではですね、はい、あのジェット先輩の最後にあのスケジュールの方のご紹介なんですが、まず、はい、間もなくですね、そうですね、13日、うん、13日に吉祥寺 GB っていうところで、はい、これはあのスラットバンクス、はい、うん、スラットバンクスのあのまあ初期のメンバーっていうかそのライブなんですけど、はい、で初期のメンバーと、あと首振りドールズっていうまあ若い今、うん、すごい活躍してるバンドで、それと一緒にやるっていう、はい、で彼らとコラボしてる地獄ヘルツってバンドがあって、あ、そうなんだ、はい、その3本立てって感じで、その日は、はい、なるほど、そして4月の26日の金曜日がさっきお話に出た、そうですそうです、あのひまくんの、はい、フレッシュエンドでひまわりくんの誕生日っていうのをやるっていう感じですね、はい、皆さんぜひ、まあこれ放送名古屋なんですけれども、全国の皆さん駆けつけてほしいですね。そうですね、はい、ぜひよろしくお願いいたします。お願いします、うん、ということで短い時間だったのですけれども、はい、横付き私、はい、ジェット先輩、今回はですね4月のゲストということでありがとうございました。ありがとうございました、はい、またですね、はい、東京で飲みましょう。そうですね、飲みもまた呼んでください、はい、ラジオ、はい、
よろしくお願いいたします。はい、はい、ありがとうございました、はい。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ネイキッドマシンガンがお送りするメタルに乾杯。マスター、もう一杯。ネイキッドマシンもライブがございます。今回は大阪でございますよ。4月の13日土曜日、梅田のルミオでライブがございます。皆さんぜひ遊びに来てください。さあ、来月もですね、楽しみにしててくださいね。ありがとうございました。